とっちゃんとキャナコのおさらごす。まあ今回ちょっと不審者みたいになってるけどこれはねロゴスのビフィットフェイスマスクです。じゃじゃん、すごいんだよこれ。じゃーん私もこの間初めてやったけど全然ここになんかがある違和感がない。そう、なんか苦しくないし、このままあの飲み物も飲めるし、からマスクをこういちいち耳外さなくてもいいし、すごいよね。マスクの効果はあります。これはそうそうそう、冷感素材だし、このね今腕にしてるビフィットスキン、これも同じシリーズなんだけど冷感素材なのよ。だから涼しい、降ったらめっちゃめちゃ涼しいんですよ。扇風機をここにかけてもとても涼しい。あー確かに蒸れない。だから縫い目がないから痒くならないし、締め付け感が全くない。そしてここに滑り止めが入ってるから全然落ちてこないし、洗濯できるので、うん、文句なし。これもう人気すぎて、そうそうそう、手に入らなくてちょっとね今欠品してるかもしれないんですけど、あの NHK でもね放送されて反響がすごいから。で今日ははい夏なのでソーラーブロックシリーズ、タープと、うん、サンシェード、はい、これを立てて温度差が15度本当に変わるのかを実験したいと思います、うん、そう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 、これが本当かどうかの検証をするよスタート。どっちゃんとキャナコのおさらごす。パラシェード、はい、フルパラシェード式。この形はねロゴスにしかないらしい。しかも収納バッグもついてるよ。ポールはこれだけ、ペグも入ってるからね。ペグは最後。はい、はい、天気がいいね。もう暑すぎて暑やばいのでボディエアコンです。ここにモバイルバッテリー充電するとこがあるので充電して入れるだけです。服についてるボディエアコンだったらその服しか使えないじゃないですか、はいはいはい、このボディエアコンはどんな服でも使い回しできるのがポイントですね、うんうん、だから工事現場とか一つでも置いてたらいろんな人が使い回しできるので、ちょっと嫌だもんね人が汗かいてたくないけどこれは全然気にならないので。でこのサイドのこの穴から空気が出てくるから、でこのファンは外気を取り込むところだから洋服で前キャナコ隠してたけど、ダメです。このファンを出します。はい、こんな感じで、このさっきのサイドにある穴を入れるとこっからめちゃくちゃ風が来る。脇に直撃。そうで3段階で強さもね、風量が変えられるので調節できますね。これでテントを立てます。暑いからね。ふぅ涼しいな。すごいね、風って大事だね。涼しい。待って何すごくない？何かがある？めっちゃ嘘だと思うじゃんいや、ほんまに涼しい。え、てかなんかすごい冷感を発揮し始めました。そう、ここが冷たくなってきた。温計で測っていきます。本当にマイナス15度かチェック。チェック。よし、じゃあまず1個ははい普通の影ね。はい、うわ涼しい。そして普通のタープ一重の下にしよう。最初、うん、最初このタープの下に置きます。はい、これだけでまずねマイナス15度のはずだから、見て、こっから中から太陽を、太陽どこ見えれんってぐらい光を通さない。で私たちはこの中で涼んでおく。あーめっちゃ涼しい。これすごいね。これ夏これで寝れんじゃん。ここも開けれるよ。ウィーンウィーン。おーいいねいいね、風が通るね。白熊ア
イスいただきます。いただきます。夏といったらやっぱねアイス。あーいいね、夏だね。おいしい。あ、大変ほろ天井破片ほへ。おいしい。横の下で食べたいと普通に寒いかも。うん、真夏と思えないんだけど。涼しさ多分だって外30度ぐらいはあります、うん、でも普通に美味しい。でもめっちゃ Twitter とかでこれはほんまに涼しいって書いてくれてる人めっちゃいてます、ね、外になんか展示してるお店とかだと体感できるけど、うん、なかなか室内に展示してあるとね分かりにくいですよね。なんかマイナス15度って書いてても分かんない、うん、マイナス15度みたいな、どんぐらいやろってなっちゃうから体感的にすごい涼しい、うん、あーいいな。すごいモーター音がいろんなとこからするよね背中からも涼しい、背中も涼しい、ここも涼しい、全部涼しい。私たち蚊に刺されがち。カシャッとして電源を入れるだけで分かる。電池いらないです。この光ってるのこの光と人間の体温に近い温度がここで発生してるらしくて、これに蚊が寄ってきてうーんって寄ってくんじゃん。したらヒュンってここに吸い込まれるの。風が、蚊がヒュンピョン。それでもう本当私たち今撮影してるラボはすっごいんですよ。本当にやばいの。これをねなんと何台用意したんですか。8台用意しました8台用意したよ。ほらもう早速来た。囲みましょう。囲もなんかの儀式みたいになってる何の儀式それ。ちょっといろんなところに罠を仕掛けようか。仕掛ける。蚊がいそうなところ。温度の結果発表を行います。外の温度43度。おかしいね。暑いよ、そりゃ暑いですよ。そして中の温度がなんと30度。もうはや 42.9 度だから43度としても13度差。どういうこと。でも多分これずっと待ってたらマイナス15いくね。いくね。すごっ。じゃあ物は試しに変わるか変わらないか分かんないけど、このダブルソーラーブロックの下は何度になるか、ね、ここら辺にしとくか。そうだねそうだね。温度変わるかな。やってみよう。なんと先輩。いじめられてる。避けるし。トルトル。濡れたからな。どう？楽しい。店長の靴ちょっと犠牲になった。わあ、店長靴お気に入りやのに。ピシャーってなってる。このビフィットスキンね、水に濡らした方がね、涼しいのアップだからね。では温度の検証をやります。はい。ソーラーブロックは29度。ってことはさっきよりちょっと下がったね。って言ってもまだ5分ぐらいしか経ってないからね。そう。さてさて、まあ外はあんまり場所を変えてないんで一緒だと思うんですけど。42度。あ、もう 0.1 上がって42度。常に上がってるね。なりました。ソーラーブロックのすごさ、すごいわ。だってこの影の濃さよ。このソーラーブロックのシリーズね、いろいろあるんでね。
そうだね、紹介しましょうね。とにかくすごい、とにかく涼しい。結局温度の検証的にはマイナス13度、うん、で本当にマイナス15度いく、でも30分ぐらいですよね、うん、からずっと置いといたら全然違うと思うし、うん、体感的にはダブルブロックタープ全然違う、やばい。ソーラーブラックのシリーズ的にはまだまだいろいろあって、9セットタープで4本足のやつもあるし、新商品でいうとこのソーラーブロックタープ、タープシート、うん、トップシート、このこれを上につけるとまたさらに涼しくなるというシートですね。だから普通のテントにつけたいなっていう人はこのシートだけ買って上にかぶせるだけでも全然違うので、それでちょっとやってみてほしいです。クイックデビルブロックスクリーンっていうのもあるんです。展示会の時に結構熱を込めて説明した日陰がすごい大きくできるテント、それも夏にぴったりですね。あれもね、ぜひ今度実物を紹介したいと思います。次紹介しましょう。はい、あとカーも撮れたら SNS で上げます。そうだね、マスクのパッケージになります。あ、そうだ次のあれですよねそうなんです、どっちゃんがパッケージになりますみんな買ってくださいね。すごいたくさん作ってるみたいなんで、うん、店頭に多分私が落ちたくちゃくちゃ皆さん夏のアウトドアには気をつけて、気をつけて楽しみましょう。バイバーイ、バイバーイ。 T シャツ紹介、はい、今回はライトおじさんですこの T シャツは薄手ですね。うん、薄手だね。薄手の方ででも全然透けないし、うん、あともちろんキッズもあります。かわいいね。色はこの色とこの、うん、2色、チャコールグレーとネイビー。サイズは？サイズは XS から XL まであって、これ S です。暑い感じもしないし着やすい、うん、動きやすいし、おさらばさしましょう。はい、家族でリスペクトを届けよう。株式会社ロゴスコーポレーションは使い切りディスポガウンシリーズ2種類をリリースします。新型コロナウイルス感染症の多大なる影響を考慮して、医療・救急従事者の方々に必要とされるガウンを用意できればと考えました、うん、そこでアウトドアグッズや レインウェアを製造してきたノウハウを生かして、使い勝手が良くて安全性に優れた使い切りディスポガウン、この2種類ですね、うん、を開発して、その2種類ともに割烹着スタイルなので着脱が簡単で、脱ぐ時には首元を破いて破棄できるため、ウイルスが付着した可能性のある表面を触らずに処理することが可能です。初回生産分6万着のうち5万着が8月の上旬より医療救急従事者の方々に届くように無償提供させていただきます、はい、受付はロゴスのホームページ内にある特集企画というところに募集の項目を設けているので、うん、そちらからご応募ください。あのこの URL 概要欄にも貼ってあるので、そちらからもご確認いただけます。はい、でさらにロゴスコーポレーションという会社単位だけではなく、アウトドアロゴスの直営店を訪れてくれるユーザーの皆様と感謝の気持ちを共有発信できないかということで、あの連動企画家族でリスペクトを届けようというキャンペーンが実施中です。で初回生産分の6万着のうち1万着は直営店を訪れてくださった家族連れなどのユーザーの皆様の声を届ける専用のメッセージカードを用意しているので、そちらに書いていただいて、リスペクトの気持ちがこもったメッセージシールを残りの1万着と一緒にあのお届けする、それが家族でリスペクトを届けようというキャンペーン内容になります。でもちろんこちらの1万着も無料で提供させていただきます。ロゴス公式ホームページのユーザーの皆様からいただいた直営店店内で撮影した動画や写真などの応援メッセージを掲載し、医療従事者の方々に少しでも多くの感謝の気持ちをお届けする予定です。はい、ということでね、店舗の方で、うん、あの一般の方々のメッセージも募集していますし、うん、このガウンが必要な方々、病院とかね、いろんなところがあると思うので、うん、そういうところの方はその特集企画の概要欄にも貼ってある URL のところから、ご応募いただければと思います。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、
実際の着用イメージがこんな感じです。2種類私とキャナコでここで結ぶ感じですね、リボンで。でこのところに親指のところにこう親指をかけるところがあるから、手首のところからも入ってこないし、そうです、ちゃんとゴムが手首のところにも入っているのでね、でこのまま、はい、この上から手袋をつけます。そうです。もうこれだけでもね、息苦しい状況で皆さん働いてくださっているので、皆さんね、できる限り、まだ自粛は解けたといえどもね、ステイホームできる限りしていきたいなと思います。そしてこれの脱ぎ方なんですけど、この背中のところに2つ穴が開いているんで、ここのところからもう前に引きちぎる感じで脱げます。こういう感じですね。そうね。じゃあちょっと私が試しに脱いでみます。はい。まずこのところをグッと引きちぎります。うん。そしてこのまま腰紐のところも、はい、こんな感じで引きちぎります、うん、で、このまま内側にくるくると、じゃあここに入っついた金を一切触らずに脱ぐことができます。で、こんな感じでもうこれでポンと捨てるだけなので、中に金が入った状況になってます、うん、こんな風にね、使い切りのガウンがあるので、うん、皆さん家族でリスペクトを届けようキャンペーン、ぜひご参加ください。お願いします。